最初は下書きをします。そしたらレイヤーを変えて上からなぞり始めます。で、目から始めてできるだけ目の部分を広くしました。なぜなら、愛さんは星があるのでちょっと広くしました。なんか星の部分が入りきれなさそうな感じがしたので、そこからレイヤーを元に変えて、で、星をなぞります。で、私、そこからちょっとなんか足りないかと思ってもう一度なんか書き始めましたが、やっぱり一番最初に書いた方がいいと思って、一番最初に戻って作業をまた始めました。私、愛さんがとても元気なので髪の毛をちょっとだけボサボサにしてみました。そっちの方が愛さんらしく見えるので。ハートの場所になんか羽をもっと可愛らしく、なんか鳥みたいにしました。そこから洋服をどん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 描いていきます。そこから腕も描いて、ちょっと腕難しかったのでちょっと本当に頑張りました。うち腕ちょっと描くの苦手なんですが、皆さんのために頑張って描いてみました。色プリタイム。最初は肌の色から塗っていきたいと思います。そっちの方がやりやすいと思うので、愛さんは私が思うにはちょっとピンク色っぽい肌をしているので、ピンク色っぽい肌にしました。でもちょっと薄め。私聞きたいんですが、なんで首の元ちょっとオレンジっぽいんでしょうか。それみんな分かってるかな。分からないな。私は髪の毛はちょっと最初薄すぎたので、もう一回濃く描き直しました。そっちの方が愛さんっぽいと思ったので、愛さんはちょっとなんか暗い紫色だと思います。でも暗いじゃなくて濃いだと思います。他にもピンクも合わせました。